吉田栄一郎は、グリーンと株式会社取締役会長、グリーンテック株式会社取締役会長、株式会社グリニッシュ代表取締役社長、NPO 法人さんエナジー理事長、埼玉市獣医師共済組合事務局長、スポットビルトアジアの社長として、日本でゲータレードの販売を行った。吉田は、大学でアメリカンフットボールのコーチを歴任するうちに、 日本の運動用具や練習方法に,に疑問を持つようになったが、特に当時運動中に水分を取るべきではないとする理論に疑問を持ち、アメリカのスポーツ飲料、ゲータレードの普及に乗り出した。運動具店をメインマーケットとしたが、運動具店には冷蔵庫がないことから小袋入りの粉末での販売となった。アメリカンフットボールのヘッドコーチだった吉田は遅れていた。 日本のスポーツシューズ業界にアメリカ製のシューズを参入させようとして、まず、スポットビルトのフットボールシューズを輸入した。しかし、アメリカ製のシューズは1ドル360円時代には、とても大衆が履けるものではなかったので、吉田はアジアで製造することを提唱しハイドの副社長、レオナルド・フィッシャーもこれに賛同した。苦労の末出来上がったのが、フィリピン製のサッカニージャズである。 ジャズはそれまでの細いラストではなく足の指が楽なワイドウィズである。NFL の OJ シンプソンはスポットビルトの契約選手。1976年アメリカの親会社がサッカニーを買収したのでスポットビルトアジアがアジアでの販売を担当することになった。サッカニージャズは吉田が関わったアジア製のランニングシューズである。現在は ABC マートが販売している。 アルディナウペポは野生動物保護のグリニッシュの一部として活動を始めた。その後正式に吉田一郎の母、吉田千鶴が代表を務め現在に至る。2020年引き渡し式は1月19日に取り行われ、翌月2月、アルディナウペポが設立したウガンダのグルの職業訓練校が現地の人たちに受け渡された。ありがとうございます。